姫にはアイスの国の主として、アイスの国のために一刻も早くアイスクリームを作ってもらわねば困るんじゃろうと。アイスマイル、ユースマイル、アイスクリーム、アイスクリームの雪を降りなさーい。あーらポーンポーンポーン、アイスアイス。私すっごい嬉しかったんですけど、子供の時から本当にアンパンマン子でずっと見てたし、今子供が本当にアンパンマン大好きで。そうですよね。いやもうなんか家で自慢できるお仕事って一番嬉しいです。わかります。はい、さっきやったばっかり。そうなんです。初めまして。なかなか難しいですけどね、さっきやったばっかり。でもあのあと私があのアフレコをやるときに、うん、あの声入ってたんですけど、本当にもう素晴らしいジェラート大臣で。本当ですか。はい、あのおかげですごく楽しみながらやらせてもらいました。綺麗、綺麗だし、僕ら、僕正直10年前に見てるんですよ。10年以上前にあるドラマで見てるんで、その時から変わらずお綺麗で、なんか謙虚で素敵だなと思いました。楽しむこと、何事も楽しくできるようにっていう気持ちだけは継続して頑張ってます。お先どうぞ。あ、そうですね、じゃあお先いただきます。あるもんどうぞ。もらう、これか。僕もらいます。ビビる大木さんですね。あのずっと、はい、レギュラー、去年もレギュラー一緒にやらせてもらってたんですけど、これやっぱもう放送が、生放送終わった後に、あの日テレの16階でみんなでご飯食べてるんですけど、毎回そこでのやっぱ反省会とか、やっぱいつもあの荒木お前こういったとこいいぞ、荒木って言われてるんですけど、大木さんに荒木お前今日一言も喋ってねえぞっつって、やっぱそういうのを言ってくれるのはやっぱ大木さんだけだったんで、あの変わらずずっと相談させてもらってるのは飯島直子さんで、なんか講師ともに全部あの聞いてもらってるのは飯島さんですかね。なんかすごい女性らしい色っぽい方なんですけど、こう母性があるというか、なんか私の中のヒーローというか、はい、そうです。スペシャルソングを作っていただいたと。そういう話言ってますか。はい、頑張っております。わかりました、やらせてください。こうします。愛する気持ちでいきましょうか。アイスで。アイスがなくなったら大変だよね。それは大変だよね。だからアイスに感謝しよう。それはそうだ。アイスじゃペロペロ食べるよ。おいしいよね。みんなでアイスを食べよう。みんなで絶対見に来てほしい。